被ってあります。どうやった？被りやすいアイベックス。今より割と値段がいいかな。そうなのか。なんかここにパチってつけてるやつ。あ、これか、パチってつけて。あ、本当だ。なんか。あ、でよ。それじゃないかな。これ？なんか鍵付き。あ、鍵付き？あ、本当だ。鍵がここに収納できるんですよ。自転車と。おお、すごい。普段の利用って感じですね。そうですね。はい、こんな感じの見た目なんです。はい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 。オシャンティーだ。鍵が内蔵されてるヘルメット。そうです。まあこれが値段はまあ内蔵なしなんですけど、それでお値段がちょっと変わりますっていう。あ、なるほど。あ、鍵なしはずいぶん安かった。1万1000円。確かにない。1万1000円だったらじゃあね、AOGK カブトさんレッツァと同じぐらいだね。見た目はなかなか、まあ、シンプルで。てかヘルメットに興味あったら OGK ブス行く。 OGK カブト楽しいところ。楽しいよ、 OGK カブト楽しいよ。あ、光ってる。すげー。おー、夜でも超安全、しかも結構明るい。ブレーキランプがついてるので、後ろに止まると、これが走っていて、なんか止まると点滅して止まります。おお、僕の XOSS と同じやつ。動き出すので、ついて戻る。点滅とついたまんまと、あと後ろだけとか、両方タイプでライト。はあ。え、充電は？充電はあの USB で。はい。多分どっかに USB ポートがあるんじゃないかな。探してみよう。ここが開くようになってますので、ここで。ほうほうほう。この下の、あ。なるほど、開けて充電。おお、はい、全合わせタイプ C ですね。でスイッチが横にあるんですね。多分スイッチが横 で, これでそこを押すと光る。はい、光った。おお、はいはい、2段階目で、後ろだけ点滅。うん、3段階目が後ろだけショート。ああ、フラッシュ。あ、はいはい、4タイプライト選べる。すごいな、車みたいな。全顔みたいで可愛い。通勤する人バッチリですね。確かに。あ、光ってる。なんか顔に見えてきて可愛いんだけど、すごいこれ。いいねこれ。おもちゃ売り場。しかもミップスだから、これ安全性高いやつだこれ。しかも、ね、ミップスもついてる。これ可愛いな、これ可愛い、これ好き、見た目が。あ、バイザー付きだ、バイザー付き。なんか全然風入らない、めっちゃいいやこれ。そうだね、ここまで全部視界が広い。あ、しかも上に開くんだこれ、パコって。タイプあるのは超高か超高、普通のミラーかで値段が変わる。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。これは超高。これは超高になります。はい、すごいね、ここウィーンって動くんだ、ここ。気合入る。マグネットでこうパカパカ取る式はあるけど、これウィーンウィーンって開くんだ。めっちゃ楽しい。あ、値段意外とそんなに高くないね、2万2000円だから。こっちは超高な、超高だと2万9700円で、こっちが2万2000円だから、超高じゃなかったらこんなもんで買える。雨よけとかメガネサイクリストにはこれいいね。いいね。うん、やべ、これが可愛い、これが可愛すぎる。ちなみにもっと下の普段使い用ある。うん、そうだね。ママチャリでもいける感じだ。ママチャリとかクロスバイクでもいける。イギウムとかでもいけそうな感じ。いける。そうね、ほら、ほらこの辺とか見てみ、ほら、もう帽子みたいなやつとかあるよ。あ、ごめん。かぶってみたらなんか。ほら、すごくない？実際は。うわ、すげえ。こんな。あ、ごめんなさい。かぶってみる。そこからライトアップやって。帽子じゃね、本当にこれ、ね、お花です。お花です。鏡付き、はい。あ、かわいいじゃね。あ、これめっちゃかわいいじゃん。ぴったりぴったりや、ぴったりや。あ、多分
結んでるせいかわかんないけど、ぴったり。あー、それもあるかもしれないね。ただ結ぶこと前提だったらそういうのもあるよ。で、キャップもあるよ。キャップタイプもある。キャップタイプ、なんかかぶってみますか。あ、僕？はい。でもこの中はかぶとだね、やっぱ。そうそうそう、中はちゃんとかぶと、かぶとしてるけど。かぶってみる。深い。これスクード。これも普段乗り用って感じです。値段確かこれね1万いってないと思う。多分数千円で買えると思う。痛い、あれ後ろが緩い、きつい。なんかあれです、てっぺんが当たる、てっぺんが当たる。ちょいダメだったか。あれはなんかクッションついてたら止まる。あー、はい、多分僕のこのヘルメットどっかにあるはずなんだけど、あの調整、あれが良すぎたか。あれだって結構だって値段倍以上するもん。メーカーさんなんだっけ。ウベックス。あ、これか。これはエアロだ。これは普通はなんかパッチリなんですよね。パッチリでこう。そう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 。僕が持ってるのもこのタイプ。マグネット。ウベックスすごいな。あのてかあのライト。ライトもやばい。ライト良かったね。両方走ってる。あ、向こうの方に確かあれかな、僕の CS1 があるかな。多分こっちの方がちっちゃいから、チカちゃんはこっちじゃないかな。これでもいいと思うよ。あ、丸い。じゃこういう形の方が好きです。うん、かぶってみる。どうやった。ちょっとサイズでかいかもしれないけど、なんか横、ここはうん、あーなるほど、そこがひどいとなるとこいつはでかいな。多分これ結構でかいから難しいな。むしろあれかな、なんかレディースとかなんかちっちゃい向けのやつの方がいいかもしれない。これでかいよ、これめちゃでかい。僕でもブカブカだもん、これ。見た目可愛いんだけどね。これ多分ちっちゃい。あ、そうでもね、浅いか。なんか普段乗り用かね。うん、似合ってるよ、似合ってるよ、似合ってるよ。カメラってめっちゃガミする、ガミする、すごい。あ、てかさ、この辺とかいけんじゃね。あ、これはすげえちっちゃすぎるけど、こっちで見たのがよく。どれどれ、ちょっとね。あ、そうだそうだ、これだよ、多分サイズちっちゃいのもあるし。あ、そう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 、これだね。だった気がする。そう、アジアンフィットで確か最近出てきたメーカーで、なんか僕の周りの女性ローディ5人ぐらい全員これでびっくりした。5人、うん、マグネット、マグネットするって。そうそうそう、それでするっとしゃん。あ、すごい。だからあのプラスチックが割れたりしないんだよ、これ。これは見ていいなと思った。なるほどね。なんかこれ慣れるまでが、でも慣れたら、慣れるとね、逆にむしろこれから抜け出せなくなる。ウベックスさんですね、私。あ、ウベックスよかった。もうハマりました。おお。いや、ちょっと痛い。ウベックス戻っちゃうね。またウベックスに吸い込まれていく。いや、楽しかった。 OK OK ウベックス。